1ヶ月で約取ったんで。そうですね、やっぱり駅伝って流れもすごくあると思うんですけど、やっぱり私がこうやってちょっと微妙な走りをしてしまって本当に悔しい気持ちがあったのと、それでもやっぱりみんなが最後の最後まで、精一杯走り切ってやってくれたっていうその感謝の気持ちと、両方合わさった中ですごくこう感極まるところがありました。とにかく粘ったねで本当に頑張ったよっていう風に言ってもらって、もうそれでもやっぱり申し訳なさっていうのもすごくあったりして、やっぱり、本当に素敵なチームに入ることができて本当に何だろう、みんなに感謝の気持ちでいっぱいです。パリでは初挑戦とはなるんですけど、世界っていうものを、初挑戦の中でも精一杯味わいながら楽しみながら、でも最後の最後まで諦めず全力で、挑んでいきたいなと思っています。